ほとんどホーリーバージンになっちゃったじゃん。そんなことないよ。ピーナッツも混ざってんの。これがホーリー、ピーナッツ、マリーゴールド、で、なんちゃってクローバー。おっと、なんだよ、ちょっと。これがピーナッツや。落花生ですね。ここにもほら、子供がついてんだ。ちょっと、うん、ピーナッツ1個見っけ、うん、この根元を行くとね、ゆっくりと行くと、じゃ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 ーん、うわー、すげー、いっぱいついてきてるじゃん。ちょっと種用として、竹やぶでこんなについたよ。すごい立派だね。立派だね、これでかいもん、これ、うん、立派な落花生が、ちょっとでかいやつさ、できましたね。10個ぐらい種用として取っとこうよ。これも、あ、ここに置きます。あ、ちゃう、これ後でどうするの。後で食べる、うん、食べる。どうやって茹でたり、うん、乾かしたり、こういう感じ、うん、ありがとうございます。あ、もう一本行く、もう一丁、もうこれで終わりだからね。終わりか。そうだ、ここの通りでもう落花生は終わりだから。こんな感じ、ナスの下に植えました。ナスの下に植えておいたら緑肥みたいになって、草はほとんど生えなかったです。いいね、うん、これはとてもいい。で、ナスに水やりするときにちょうどかかっていい感じかな。あ、なるほどね。ナイスアイディアね。あんまり水いらないからとってもいいと思います。ナスの下はおすすめです。こんなにまた取れた、すごい。ここはナスと、ナス、白ナスとマリーゴールド。そう、この奥にはあの風船カズラがいっぱいなってるんだ。 その間にごぼうもなってるんだ。行ってみます。あー、折れちゃった。折れちゃったね。もう少しだったのにね。でもこれで十分、うん、立派だね。太さすごいね。そうそうそう、こんな太いごぼうある。すごい。ごめん、折れちゃった。もうちょっと、うん、でもさ、柔らかくて美味しいんじゃないかな、味が、うん、立派だね。そうそう、こんな感じです、うん。